はい、ご覧いただきありがとうございます。ライカリペアサービス店長の松下です。今回ご紹介するカメラはワルナックライカの 3C になります。 3C でも2種類ありまして、前期タイプと後期タイプがありまして、前期タイプの、今回ご紹介する前期タイプのここは段々になっているタイプになっております。通常段付きの 3C ということで、数も少なく綺麗なものもあんまり少ない珍しいものになってます。 3C ですね。はい、ではまずは外観から見ていきましょう。 3C は本当ね、メッキの状態が悪いものが多いんですが、その中にしてはかなりいいですね。メッキの状態も問題ないです。これはまあアクセサリー種のとこちょっとね、メッキの剥がれはありますけど、それを踏まえても他の 3C に比べれば非常に綺麗な状態ですね。底蓋もわわわわすごいですね。珍しく綺麗ですね。うん、それぐらいですね。本当に、あ、すごい、ここまで綺麗なのは珍しいですね。 3C で、はい。あとスローのところちょっとね、この辺はねちょっとメッキの剥がれがありますけど、こんなもんかなって感じで、かなり綺麗なものですね。あとグッタベルクは当店で張り替え済みですので、とても綺麗な状態です。はい、あと中っていうか機能的なものを見ていきましょう。これボディキャップ付属します。はい、じゃあ巻き上げます。非常にスムーズです。当店でオーバーホールして、その時にシャッター膜交換してますので、とても綺麗です。はい、じゃあ今巻き上げて、じゃあシャッター切っていきます。 Z バルブですね、開いたまま、はい、閉じました。問題ありません。で次はスローですね。スローのじゃあ T開きっぱなしいきましょうか。はい、これ開きっぱなしにならないのがよくあるんですが、これはちゃんと開きっぱなしになってます。はい、じゃああと次は1/60、はい、きっちり開いてますね。問題ありません。これはシャッタースピードは当店でシャッタースピードテスターで測定をして調整済みですし、その後フィルムを実際に装填して試写もしておりますが、特に問題ありませんでしたのでご安心ください。それでフィルム装填した後に巻き上げをやりますが、こちら巻き上げ特に問題ありませんでした。ちょっと難点があるのが、ちょっとこれ歪んでんのかなって感じで、ちょっと押し上げるときちょっと重いんですよ。でも巻き上げには支障はありませんでしたので問題はないと思います、使用上は。はい、はい、あとじゃあその他の動作としては視度調整、問題ありません。実際に視度こう買っておりました。あとファインダー問題ありません。清掃済みでとても綺麗です。20度も綺麗に見えて、20度のズレもありません。はい、あとですね、フィルムカウンターですね、こちらも清掃して注意しておりますので問題ないです。はい、じゃああとは中見ていきましょうか。はい、これもね特に問題ないですね。あとこちら開閉機構もね、こちらも清掃してグリス塗布し直してますので、とてもスムーズです。はい、こちらはもちろんスプール付属します。純正品ですね。はい、中の腐食とかもないですね。はい、問題ないです。 3C 段付きは数も少ないんでレアな機種にはなりますし、特にこんなにここまで綺麗なものはなかなかね探してもないものなんで、とてもこれは綺麗な方ですね、 3C にしては。はい、ではここまでご覧いただきありがとうございました。不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせください。ではよろしくお願いいたします。